どうも、どうも、こんにちは、こたたです。本日は、ポケモンシャイニングパールにて、アルセウスの色違い厳選をやっていきます。色違いが出る確率は、4096分の1。果たして色違いは本当に出るのか？このような色違い厳選で、数ヶ月かかったことは、何度もありますので、そんな覚悟はできております。わら、実際発売当初から、ブリリアントダイヤモンドにて、リアルガの色違い厳選をやっていますが、まだ終わっていません。わら。とりあえず、厳選頑張っていきます。単調作業の繰り返し。眠たい。眠たい。休憩しながら頑張っております。早く、黄色い三輪明宏さんに会いたい。あ、三輪さんはもともと黄色いか。わら。あれ？うん？ああ、来たー。黄色い三輪明宏さん。じゃなくて色違いアルセウスですよね？って、手が震えております。胸の鼓動がやばい。もう何のボールを投げるか判断できない。マスターボール投げよ。はい、ゲットしました。色違いアルセウスゲットで、大丈夫。いかがだったでしょうか？まさか9時間程度で出るとは。まあその感覚もおかしいですね。わら、とりあえずゲットできてよかった。色違いのアルセウスさんは、間違いなく出ますので、皆様もぜひ頑張ってみてください。では本日はここまで、ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録や、高評価もよろしくお願いいたします。それでは、みんなもポケモン、ゲットじゃぞ。